こんにちは、りょうこばあばです。前回この残り糸を使って鍋敷きをね編んだんですけども、これを編んだ後でもまだちょこちょこ糸が残ってたんですよね。で、端下が結構ね、端下が残ってるから、どうにかしてね作る、他にもね編めないかなと思って、一つはこんな感じで、みんなね使ってる糸はピエロさんのベーシックコットンですね。これがね帯がもう帯を外してしまった残り糸を全部を使おうと思って、一応コースターを9枚と、これ編んでもまだ残ってたので、もう端下の長さがもうギリギリまで使おうと思って、次はこれを編んだんですよね。これは四角い小物入れですね。そこが四角形で、小物入れをこう色がね余ってるのをピンクなんかだから、一番下ピンクなんかもうちょこっとしかこう編んでないし、もうちょこっとずつですね、色が余ってたので、配色をこう考えながら小物入れを編みました。もうだから高さももうギリギリですね。最後に残った糸がこれだけですね。これだけがもうあと一周する分はねなかったので、やめました、これで。そしてこの小物入れですね、四角に編んだのはこんな感じでコースターでも入れられるし、他にもね小物類も入れられるからと思って、コースターをね四角に編んだので小物入れも四角に編みました。で、全部使った残り糸ですね、使いかけの糸を全部使って306g使ってるんですよね。これを2枚同じものを色違いで2枚編んだんですけど、もう動画でね編んだものは娘に渡してもないんですけど、この手を2枚と小物入れを1つと、で、あとコースターですね。コースターはダイアゴナルステッチで真四角に編めるじゃないですか。だからピンクから始まって、ここからまた白にアイボリー色にね変えて、全部同じような感じで編めるくらいのね糸をこう、少なかったらこの最初にこの部分をね6段6段なんですけど、色のついたのは編めるかなと思うくらいに糸を選んで、少なかったらね編めないから、編んだら9枚ですね、編めることができました。ピンクを3枚と、これは緑っていうか若草色っていうか、そんな感じですね。これを3枚と、青系を2枚と、オレンジを1枚ですね。オレンジが1枚しか編めませんでした。で、残りを、オレンジの残りをまたここら辺にこう入れてるんですけど、このもう1枚欲しかったんですけどね、オレンジ色のコースターを。途中で糸がもう足らなくなって、またほどいて、こっちの方にね、編み込みしましたね。ちょっと綺麗なオレンジでねパッと目立つんですけど、こんな感じで編みました。だからもう今回はベーシックコットンのもう 帯がないね使いかけをこう全部引き出しの中から全部出して、こういう風に作品に仕上げました。やっぱり色をこう選びながら、配色を選びながらね編んだので、今回は残り糸を消費したんですけども、楽しかったですね。こんな感じでコースター9枚とコースターの入るね小物入れと鍋敷きを2枚ね編みました。ほんとこう使いかけバッグとか編むじゃないですか、この糸で。そしたらやっぱりどうしても残るし、引き出しにね帯のかかったのと一緒にこう残り糸もねこうポンポンと置いてたんで、ちょっとね消費をしたいなと思って、今回はね
あえて残りの糸だけで作品に仕上げました。こんな感じでね、可愛いものができるので残り糸も大事かなと思って、もうほんとちょこっと残っただけでもこうここにね編み込んで使いましたね。だからいろいろ色が入ってます。グレーも入ってますしね、ちょっと目立たないですけど、下の方はピンクとブルーとからし色かな、からし色とオレンジと白と水色っぽいね感じですけど、あとはベージュですね、そこのベージュでベージュ色ですね。こんな感じで今回はね3種類の鍋敷きと小物入れとコースターをね編みました。ただね、編んだものの紹介なんですけど、全部消費したということでね、こんな感じで作品に仕上げてみました。ではね、今日は短いですけどこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。